おはようございます。本日8月の31日はローマの休日ということにしました。もともと本日の夕方にこのローマを立って次なる目的地ピサへ向かう予定でしたが、しかし急遽予定を変更し、ピサに行くのではなくそのままローマにもう一泊することにしました。理由はローマの観光地が意外と駅からたくさん離れているということが判明したということと、それからこの先マルセイユへの訪問を予定しておりましたが、そんなに見どころがなく特にブイヤベース以外に期待するものがないので所要時間はそれほどいらないということで予定の余裕が生まれたことからローマにもう一泊することにしたわけです。で、ただですね、ローマはもう音に聞く大変治安の悪いところ、治安の悪いというか、その危険というよりも観光客相手のスリとか、まあ、強盗というか、なんですか、こう、ひったくりみたいなものが多いということなんですね。でそれをもう散々懸念していたので、最大限の警戒をしようと。先日、ローマじゃミラノでも最大限の警戒をしたにもかかわらず、取られてしまいましたので、もうこのローマではもっとってどうするんだというと、もう結局夜に出歩かない、大荷物を持ち歩かない、この2つなんですが、これを徹底すればおそらく問題なく観光はできるだろうと。ただね、まあ、個人的に思うのが、観光って楽しくやるのであって、こういう殺伐としたような環境でね、それでスリとかをこうかいくぐりながらスリルを感じながらするようなものではないような気がするんですけど、まあ、そういうわけでローマに今後もう一度来るかどうかすら怪しいので、昨日の夜にローマテルミニ駅に着いた時点で相当治安が悪くそう思いましたので、もうできることはやって、スリ、それからまあひったくり、強盗、まあ、強盗レベルのものは昼間にはなかなか出くわさないと思いますが、特に観光地でね、で対策しようと思います。で、もともと私のやっていた安全対策ですが、サブバッグみたいなやつ、明らかに大事そうなものが入っているあのカバンの中には携帯電話、まあ、携帯電話は確かに大事ではあったんですけど、携帯電話とそれから財布しか入っていませんでした。で、大事だろうと言いたいところですが、しかし財布の中にはクレジットカードも入っていないし、入っていたのはまあ現状で、ただ55ユーロ紙幣と、まあ、それから英国のポンドがごめんなさい、いっぱい入ってたんですけど、まあ、ともかく取られてもそんなに金銭的損失はないような感じの、財布の構造になってました。で、まあ、これ関係ないですけど、たまたまいっぱいあったこれ0ユーロ紙幣ね、これも今日は持っていこうと思います。お守りみたいな感じで、もしすられてもこれだったらすられても、あ、まあ、なあいつら変なもん吸ってったぜって済むから、まあ、いいかなと思って、この55ユーロの現金、日本円に換算しまして7000円程度と、まあ、お土産の0ユーロを、これをポケットに入れます。50ユーロはでも危ないけどな、これ以上今細かいお金ないですよね。ポケットでいいや。で、財布は持っていかないということにしよう、うん、ポケット どっちがいいかな。じゃあそうだな、この55ユーロは私のこの服のここに、実はね、これリバーシブルなんですよ、私の着てるベストで。ここに入ってるとは誰も思わないと思うので、こんなところでね。これはここに入れることにしよう。で、ポケットに手を入れられることがあるとも言うので、まあ、実際にあるだろうな。まあ、イヤホンもいいかな。あと、時刻表か。私の旅行の予定の時刻表をこれここに置いていこうというのは、すられたら困るんでね、これ向こうは得しないけど、向こうが得しないからいいという問題ではない。あとは、これか、Wi-Fi。これも重要ですよね。Wi-Fi は、でも別に出す必要はないものだから、とりあえず、このバッグの、ね、内側にチャックが、中にまたチャックがついてるんですよ。この中に本当に大事なものは入れられるんで、そこに入れよう。Wi-Fi 取られるとまずい。もう、ビデオカメラ以上にまずいですからね、これなくなると。Wi-Fi はこの中。で、あとは、持ち歩かなきゃいけないもの、タブレット、携帯電話をなくしましたので、タブレットなんですけど、これもですね、またこういう風になってて、ここにこうなってるんですか、わかります？なんかこういう風に、ね、内ポケットになってるんですよ。で、これ出そうとしても、うわーってこうやってないと出せない。めんどくさいですね、これね。で、やっと出せましたけど。だから、これだったらスリが一瞬で吸っていくということは不可能なので、今現状このカバンの中でスリが一瞬で吸れるものといえば、三脚しかないわけですね。三脚も吸られたら困るっちゃ困るが、多分まあそれは大丈夫だろうということ、さすがにそれ以上全部内ポケットに入れると不便すぎるので、こんな感じで。他に釣られたら困るので、ポケットに入ってるかな。他はまたイヤホンか。まあ、イヤホン、YouTuber の必須需品なんでね、これに置いて、これはボールペンか。まあ、ボールペンはソファのポケットにいいでしょう。こんな感じかな。よし。まあ、釣られてもいいように、日に暮れこの0ユーロに何か書いておこうかな。This is gift for you とかね。そんぐらいでいいでしょうか。それでは、今から頑張ってローマの街に繰り出しますので、よろしくお願いします。両側のポケットにこれだけ入れとこう。
I am good, I am handsome、This is gift for you とこう書いたやつを1枚ずつ右と左にお守り入れておくことにします。でこれで吸ったらば、吸った方があの喜んで持っていくと見せかけて後でぬか喜びに終わるというね、そのぐらいはやってもいいでしょ。あのこっちから意図的にスリに喧嘩を売るようなことはしませんよ。それちょっとあのなんかイタリアにも失礼な気がするからそういうことはしないけど、このぐらいはまあねやっといてもいいんじゃないでしょうか。そしてカバンごとひったくられるということを予防するためにね、このカメラで持ってこうしとけばもうあとは撮りようがないだろうと思うんですけど、どうですかね。これでもまだ撮れるやつがいたらちょっと逆に見てみたいけどね。あれ、いたいた。でね、ホテルのあるところ周辺はそんなに雰囲気は悪くないですね。観光地なんじゃないかな。なんかやばいのはあの結構ね被害に遭ったっていう話はまあいろいろ聞くわけですけど、そういうのは事前に勉強してから行ったんですけど、ローマであったっていう被害が多かったんですよね。実際ローマは悪いという口コミもたくさんもらっています。でもローマがそんなに危ないのかどうか実際私が見たわけじゃないので、あの先入観だけでね適当な動画作っちゃうとローマに失礼ですから、そこだけは注意しないといけないですよね。地下鉄に乗って有名なあれを見に行きましょう。コロッセオね。そんでですね、コロッセオに着いたんですけど、なんだこれはと、こう修復されてるんですね。修復っていうのはまあいいんだけど、ちょっとこれはしなくていいんじゃないかなというような気がするんですけどね。あの元々私の知ってるイメージのコロッセオはあれなんですが、こんな感じで新しく今付け足しの部分があるんですね。でもね、修復する割にはどうもなんかこうね、すごいな本当。でも立派なものなのになんでこんな作っちゃったんだろうね。昔聞いた時にコロッセオって修復はしない方針で、あの壊れかけのこのまんまの状態で行くみたいな。もともとコロッセオがこういう風にして壊れてるのってあれなんですよね。あの確か石をなんかこれで取って、それで別のものを作るためにあのこれを解体、意図的に解体して流用したみたいな。だからこんだけボロボロになってるらしいんですけど、そう修復するんだな。しない方が見た目としてね遺跡っぽくて良かったと思うんですけど、あーどうなんですかね。逆にそれも歴史の一つでもいいと思うんですけどね。ちなみにこの、元々のですねコロッセオの作られているこの建物の部分、まあ、つまりこの辺の部分ですが、これいつ作られたものなのかなと思って調べてみたらば、なんと西暦80年ですからね。あの日本のその頃はっつったらですね、あの五環状遠い伝かな、それに頼ってね、あの甲武帝から金印をもらいました。57年あの金印をもらってから23年後にこれができたみたいですけど、日本はそんなことしかね、まあ、やってなかったわけですが、その当時そんなことしか分かってないというか、お隣に頼んでなんとかこう金印をねもらってきたということだけ分かったみたいな、そういう状態なわけですけど、いやなんでねこうこんな立派なこう建物が、文明というのはね離れていると違うもんなんですね。そう考えますと今のこの現在で、日本とね、まあ、日本だけじゃなくてあの世界中が飛行機とか何とかでいろいろこうつながっていて、それで文明もたやすくこう移動する世界がみんなこう確率的に発展をしていくっていうのはね、大変いい時代になってるんだろうなと思います。まあ一方でね、あの確率的に発展してるのかっていうと実際そうでもないっていうのがあるしね。あのまたあの人たちこっち来たな。さっきからねしつこいんですよね。円形闘技場ということで有名なこのコロッセオですけれど、円形闘技場というからにはまあ中で戦いをしていたわけでして、誰と何が戦っていたのかとか重要なんですが、一般的には動物とそれからあの闘犬士が戦っていたんだそうです。剣でもってですねこう動物をこうエイヤーとやっつけるような、そういうやつでして、この中でその戦いをすると、なんで戦う必要があるのかというのがまだ重要なんですけど、その動物と戦うのを見せ物にして、それでみんなの娯楽として提供していた、まあ、要するにあの国営の、まあ、当時はですねローマ帝国だったわけですが、帝国の築いたそういう、なんていうの、あの闘技場というわけですね。なんでまたそういうものを作る必要があるのか、これなんでできたのかなと思って調べたんですが、そんなバカバカしいことする必要があるのかと思ったら、当時ですね、あのローマ帝国はあの戦いであのお金がなかったんだそうで、緊縮財政やっておりまして、それで国民もまあ緊縮財政ちょっと大変なので、その負担を和らげるように、その精神的に何か楽しいものを作ってあげようということで、作ったのがこのコロッセオ。この中でさまざまな、動物との戦いを見せることによって、そういった不満を和らげようという狙いがあり、かなりそれも人気を博したらしいです。実際にその闘犬士と猛獣が戦いをするわけですが、必ずしもその闘犬士が勝つというわけではなく、闘犬士が負けるということもありまして、それはつまり死を意味するわけです。
で他にもですね、この中であの公開処刑をして、それで見せ物としてみんなから入場料を取るとか、そういったこともありまして、実はかなりですね、こうグロテスクな、あの今でもライブリークとかいうわけのわからないウェブサイトがね、あの流行ってあの人気を集めているし、の小学校でもね、検索してはいけない言葉とか言って、あのポストとかああいうの流行りましたけど、グロ動画とか言って、まさにそういうやつですよね。昔は娯楽が少なかったから、そういうものでもいい娯楽となったんだそうです。信じられないですけどね、国営でそんなものをやるっていうのは、まあそういう時代ですよ。ちなみに地下鉄が全く撮影されてなかったのは、地下鉄の駅構内が撮影禁止だからです。さっきですね、あのなんだっけ、テルミニという駅の一個隣から乗ったんですけど、あのローマテルミニ駅から地下鉄でわずか2駅、コロッセオ駅で降りればすぐ目の前にあります。まあ、せっかく来たから中に入ろうと思ったんですけど、どうやって入るのか分かんなくて、人相の悪い人だったんですけど、赤いゼッケンつけてインフォメーションって書いてあったけど、これ詐欺じゃないよなと思って、でも見たらね、あの観光バスガイドのその案内、今客引きをしている人だったんですね。それは別によくあることなんで、それ自体は悪いことではないんですけれど、ただその人に How can I enter? と聞いたらば、あの丁寧に教えてくれました。まずこれでボディチェックを受けて、中に入った後で切符を買うんだよと教えてくれましたんで、あどうもありがとうございますと、俺にね1ユーロ渡してました、あの渡しておきました。その人もね喜んでくれました。あのあそこで今ああやってる人ですね。最初うさんくさい人だなと思ったら、そうじゃなかったです。で喉が渇いたからね、なんか飲みたいなと思ってると、そこら辺で水とか売ってる人がいるんですね。しかも安いんですよ。なんかね 0.7 ユーロ70セントとかで売ってて、あのこういうところで買うと大体水ってね、もう200円ぐらいするのが普通なんですけど、100円もしないと安い、すごい都合がいいんですね。よく冷えてる美味しそうな水売ってるんですけど、逆にちょっとなんかね、条件が良すぎてね。しかも申し訳ないんだけど、あの外見の特徴でこうやっぱなんかいかがわしい人の特徴をしてるんですよね。でなんかパリでもね、柄の悪い人がなんでか知らないけど、格安でルーブル美術館周辺で水売っててね、誰も買ってなかったんですよ。絶対売ってたらいいサービスなのに買ってなかった、おかしいなと思って、しかももっと高くしても売れるはずなのに、なんでこんなに安いんだと思ってね、なんか飲み物に変なもん入ってんじゃないかなと心配になっちゃいまして、ちょっと買うことはできないですね。あんな感じでね売ってるんですよ。なんなんだろうなと思って、ただ売ってるだけなのかな。でもあれはただ売ってるだけかな。なんかちょっとあんまりにもね、あのそれで言うとまた向こうの商売の妨害にもなるんだけど、安すぎるんですよね。あれが逆に3ユーロぐらいで売ってたら買うんだけどな。でこのコロッセオっていうのは7世紀ぐらいまではですね、闘技場としてなんだかんだ1世紀から7世紀まで600年間も使ってたんだから、すごいと思いますけど、ずっと闘技場として使ってたらしいんですね。でその後は使わなくなったらしいと。でずっと放置をされていたんだけど、17世紀ぐらいに、いやここはやはり神聖な場所だから保存するべきだ、まあ、なんでただの闘技場ね、結局スタジアムじゃないですか。なんでただのスタジアムが神聖なのかっていうと、ここでキリスト教、多くのキリスト教が処刑され殉教の地にあったからだということで、キリスト教側の意向で保存されているらしいのですが、その1000年間ね、つまり17世紀に保存しようということが決まったまではいいけど、7世紀に使うのをやめて17世紀に保存、その間の1000年間何してたんですかね。いや1000年間もう廃墟放置されてたん、そういうもんなのかね、よくわかんないんですけど、1000年もそのまんまにするのかね。まあおかげでよく残ってたってわけですけどね。ここにあるこのこれもなんかこう門みたいなのあるしね、これ入り口の入場門みたいなやつかな。あっちでもたくさんこう、とりあえず遺跡がありゃいいみたいな感じです。売店かなんかないか、ちょっとそろそろ水が飲みたくなってきたな。しかしすごいな、本当に遺跡しかないもんね。これ首都の光景ですから、すごいですよね。首都ローマ、ローマのテルミニ駅から地下鉄で2駅、まあ上野駅から地下鉄で2駅行った末広町だとしましょうか。秋葉原とかね、そうですよ、ここは秋葉原だと思ってくださいね皆さん。秋葉原に法隆寺がね3つも4つも5つも並んでるようなもんですから、おかしいんじゃないのかなと。ローマ大したもんです。いやすごいよ、すごい建物だと思いますけど、絶対これ修復しない方が良かったでしょう。なんだ この辺分かりますよね、この辺だけちょっと違うじゃないですか、新しい感じがしますよね。昔はああだったのかな、昔の作りとか材質は一応再現してるんですかね。あ、こんな街中はカモメが飛んでますね。カモメですよ、あれ。カモメは木に止まらないからね、多分。まあ止まるような足をしてないんでしょうけど、ずっと飛んで何がしたいんだか分かりませんが、観光に来たのかな、多分そうですね。ちょっとお出かけするかみたいな感じで、ずっとこの辺りをただ旋回しているだけです。あ、止まった。やっぱああいう平らなところが好きなんですね。いっぱい来てるけど、あいつら空飛べないから上からコロッセオ見られないぜみたいな感じのこと言ってます。
しかしすごい人だな、こりゃ。この中に何人か悪いことを企んでる人はいるんでしょうけど、でもね、そんなに怖い雰囲気はないですね。雰囲気の悪かったのはなんかパリの方がもっと悪かったよ。あのルーブル美術館の周辺とか、まあ悪い人はいると思いますよ、いると思うんだけど、思ってたほどじゃないな、そんなに悪いとは感じません。あとはそうそう、ベルリンのあそこもちょっとブランデンブルグ門のところのアクセスとか、ベルリンの壁もなんかちょっとヤバそうな雰囲気ありましたけどね。ここは広いからか分かりませんが、ベルリンの壁のところって狭いからね、どうしても出くわしてしまうんですけど、まあ、ここは広く土地を使ってなんかヤバそうな人がいても回避もできるんで、まあ、意外といけるのかなという感じはします。よし、じゃあ次は休憩してトレビの泉でも行きますかね。水も飲んできましたね。水っていうか、まあ、あのレモネードとそれからオレンジジュース頼んで、でフォッカチャを頼んだ、あのサイゼリアの感覚でフォッカチャを頼んだのですごいいっぱい出てきたんですけど、まあ、ともかくまた進んでいくわけです。ちょっとね、歩いていこうかなと思います。地下鉄とか乗ると楽でいいんですけどね、やっぱ歩いた方が街の良さよくわかりますのでね。でそこら中にもう遺跡ばっかりですよ、この辺ね。どこ行っても遺跡しかないので、これでもかというぐらいに遺跡がありまして、1個ぐらいなくなってもわかんないんじゃないかなという気がします。もうこの人たちもね、あの正直こういうような、あの取り付けるような、なんですか、ふさわしいような場所がありすぎて、もうなんかどこでもいいんじゃない、適当にここでいいかみたいな感覚でつけたんじゃないですかね。まあ、近くにコロッセオもあるし、ここかな、観光の名所に、あの犬も歩けば棒に当たるとか、なんていうんですか、目をつぶって歩いても遺跡に当たるようなところがローマです。結局ね、またこのコロッセオの横を通っていくのが一番良かったんですけれど、そうするとね、この辺は大変勧誘が多いんですね。観光バス乗りませんかっていっぱい行きます。断るのも悪いからね、向こうも必死なもんで、いやとても良かったですよ、 I've finished とって言いましたらね、あの皆さんね、あーそれはサンキューみたいなこと言って、まあさすがにあの乗ってくれた人にはこう親切にするし、それ以上勧誘もしてこない、いい断り方だなと思います。地下鉄の駅もね、こんな感じで泉が湧いておりまして、泉とは言わないのかもしれないけど、結構ローマの人はここから水飲むんですね。水きれいなのかな、私は飲みたくありませんけどね。こんな感じのね、湧き水が結構街のあちこちにありますよ。銭湯のあのライオンの口から出てくるみたいですね。あの水道なんかプールの塩素じゃない、なんかプールのプールサイドの匂いがしてね、苔っていうのかな、あんまりあそこから水飲みたいとは思わなかったですね、私は。確かにまあどこ行ってもこれですから、永遠の都って言われるのもまあ分かりますよね。昔のこういうのが普通にあってね、逆にここまで行くともうやっぱディズニーランド感がありますけどね、あまりにもそういうものばっかりだから現実味がかえってしなくなっちゃってね、大して感動しないっていうのが正直なところなんですよ。本当はものすごい場所なんだけど。Thank you very much。 あそこにね、全然ローマに関係ないね、エジプトに格好してる人がいて、あれ面白いんですよね。よく考えたな、あれ新手の物乞いか、まあそれに準ずる行為、まあ物乞いとは違うのかな。あそこに缶が置いてありましてですね、でその中を見たらお金が入ってるんですね。あ、なるほど、お金入れてくださいってことかと思って、まず2ユーロ入れまして、それで、写真撮っていいですかって言ったらね、うなずいてくれましたんで写真撮るわけです。ピタッとこっちの方をね、カメラ目線で向いてくれました。いや嬉しいなと思ってね、その後でね、もう一回その後で、ビデオ回していいですかって言ったら、まあ、ビデオ回した時はね、うなずいてくれるんですよね。よく分かってる、面白いな、最高だったんで、もう4ユーロも入れちゃいました。いやローマで一番いい体験をしました。あの人は面白い。あれだったらね、お金もっと入れてもよかったんですけど、ちょっとあとお札しかなかったんでね、崩したらまた持ってってあげようかな。最高にいい体験ですね。 I like you very much, so please give me one more time。 結局4ユーロ50セントも上げてしまった。いや何が素晴らしいってね、自分から全く来ようとしないで、あの暑い中美しい観光地をバックにあんな面白いことをしてね、写真撮ろうとしたらすごい一番こっちの思ってるようなことを一発で理解してくれて、それでちゃんといい風に写真を撮ってくれるように配慮してくれるんですよ。あれ面白い、ほんとあんな面白いんだったらもういくらでも入れちゃいますけどね、合計で600円ぐらい入れちゃいました。意外とイタリアの人冷たいというか、あれに興味を示さないんですね。最高だと思うんだけどな。あのところこれあれか、これがフォロロマーノっていうやつかな。のこれをまた
まあ、もちろん遺跡なわけですけど、なんかね、あのローマの雰囲気がいまいち良くない理由としてですね、この観光地は素晴らしいしよく保存されてるんだけど、全部ぶっ壊れてるもんですから、まあ、全部廃墟群なんですよね、要するにね。それでもちゃんと保存してね、変に修復するよりはとってもいい子だと思うんですけど、もう廃墟の山になっちゃってるんで、どうしても瓦礫ね、なんか爆弾落ちた翌朝ですかみたいな感じなんで、それでちょっと少しなんか夕方とかになると陰気な感じがしてくるんじゃないのかなというような気がします。いや、素晴らしいとこなんですけどね、これでいいと思うんですけど、ただそういう風なね、イメージがついちゃうと思いますね。あの人お金もらえてんのかな、ちょっと見てみますけど、でもね、缶の中にあんまお金入ってなかったんですよね。あれ面白いと思うんだけどな、かなりいいセンスしてると思うんですけどね。ここに変なエジプトの格好してくるっていうところがまた面白いんだけど、ダメだな、みんな見向きもしないよ、なんか悪い人だと思われてるんですかね。あれはいい思い出なんだけどな。この辺の地形はね、なんか坂道になってるんですね。なんでなんだろうなと思ってよく分かんなかったんですけど、見たらですね、分かりましたよ、こういうことだったんだな。ちょっとまず映ってますこれ、あんま映ってないけどね、まあ昔はフォロローマーノって、まあ、ここはこういう風な感じでローマ帝国の中心の部分だったらしいんですけど、こんな感じのところだったんですが、まあ、それが土に埋もれてしまいまして、上はね、農地になってたんだそうですね。ローマのこんなところ農地かと思うんですけど、ともかく農地になっていたというところだったんですが、その後ですね、発掘調査をしまして、なんか出てきたぞと言ったら、もうこんなもんが出てきたから今展示してるわけです。だから昔は土の中に埋まっていた、そんなところだったみたいですね。なるほど、確かに見てみるとこの土に埋まっていそうな範囲の、まあ多分あそこら辺が土のギリギリのところだったんでしょうね。まだ多分掘り返せばいろいろ出てくるんだと思うんですよね、この辺はね。そうか、石だから、まあそう簡単には朽ちないのかと。そこは、それはもともとあったものじゃないのかな。ここまで来るとよく分かりませんけど、まあ、入場料またここまで千何百円、2000円ぐらい相当するお金を払えば入れるようです。まあ、入らなくてもね、ローマの観光地って本当そうなんですけど、どこも壮大だしね、外もう隠しようがないじゃないですか。で、十分に外からタダで観光できちゃうんですよね。入場料高いんだけど別に払わなくてよくない。しかも名所がもうこの連続ですよ。あそこにね、あれコロッセオですからね。コロッセオからこれしか来てなくてこれあるんですよ。本当もうこう観光地しかないなという感じ。今度はここにね、ローマ法王の格好してる人もいてね、コスプレですよね。それで聖書をものすごい勢いでベラベラ向くて、これも面白いに撮影したいんですけど、さっきの人に全部小銭あげちゃいましたんでね。これコスプレ街なんだな、面白いな、結構センスがいいよこの人たち。さっきのミイラも役作りに徹して全然喋らなかったしね。なんだこれ、お金崩してローマ法王の写真撮らせてもらおうかな。あのローマ法王ならお釣り銭くれそうだったけど、まあ、ちょっとやめとこうかなと思います。あれ誰ですかね、読めなくて全然わかんないんですよね。どこ見てもこんな景色だから撮影する気なくなるんですよね、本当にね。まだコロッセオはあれですからね、普通に見えますんで、わかりますよね、そこら中がもうこんな景色ばっかりだっていうの。こういうのね、美しすぎるのもいかながらなもんかと思いますよ。一個一個が目立たなくなっちゃってね、全然感動しないから。今度来ました、こちらがスペイン広場というところです。有名なローマの休日という映画、皆さんもご存知でしょう。まあ、私も見たことがないながら知っておりまして、またローマの休日を見たことがないのにその中のワンシーンを知っております。この階段のところで、お、偶然だねとか言ってね、なんか記者の人、多分新聞記者と、それからなんか王女様だったと思うんですけど、まあ、見たことないの知ってるんですよね。それがですね、なんかこうこれ偶然を装って会うと、ちょっとなんかタチの悪い男みたいだなって私は印象を持ってですね、まあ、それはどういう話なのか分かんないので、それ以上の感想は言わないことにしておきたいと思いますが、多分ちょうどあの辺りで撮影したのかな、有名なイギリス人ですよね、オートリー・ヘプバーンってね、その人がデビューを飾った有名な映画だそうです。バラを渡してるな、あれは押し売りだろうな多分。でもこのぐらいですね、あれよりも無理やりまかれない分、ミサンガよりはまだ立ちがいいや。ミサンガもいるって聞いたんですけど、最近は有名になったからかやめたんですね。スペイン広場にはね、ミサンガ売りがいるというふうに話は聞いていたんですけれども、押し売りはバラになってました。警察もいるんですけど、まあ、あれは多分手出しができないような類のものなんでしょうね。警察が行っても割と平然とやっています。まだね、フランスの、パリのなんだよ、モンマントルのところのミサンガ売りは警察が来ると退散したっていうんですけど、ここは警察を見ても逃げる様子はありません。あれでもいなくなったな、どこ行った、ここにいたよ、堂々とやってるからね。
あれと思ったら渡しただけだったぞ。あのもらっちゃった人がいたんですけど、バラの花もらってるだけだ。ただ配ってるのかな。そんな話あります。あーでもやっぱり金取ろうとしてるな。結局金を払わないということを言って、強行にですね、そのまま一緒にいた彼氏みたいな人が断り続けた結果、今あの人が右手に持ってるバラですけどね、返却ということで肩がついているんですが、まあ、やっぱり押し売りの類でした。最初は愛想いいんだけど、渡すと途端に態度が強硬になるんですよね、ああいうやつは。でもバラももう見た目で目立ちますからね。あのバラを女の人が受け取った瞬間に、おまわりさんが向こうからやってきてね、それで押し売りの人の周りをぐるぐる歩いてましたよ。そんでもその人は構わずにやってたけど、いろんな人がここで写真撮りたがりますからね、もう周りの人には構わずにやるしかないなという感じ、まあ、みんなもそういう風にやってますんで、それでいいんじゃないかなと思います。ここで写真撮るのに人が映らないようにするということは困難です。で、ね、このシーンを撮影するのすごい大変だったなんて聞きますけど、まあ、そのシーンみたいな見たことないんですけどね。あのパブリックドメインになっておりまして、ローマの休日という映画は著作権をここでちゃんと確保しますみたいな宣言をしなかったもんだから、もう即座にパブリックドメインとなりまして、私もですね、フリー素材として使っていいんですね。好き勝手やっていいんですよ。私もどうしようかな、なんか今度適当にどっかからDVD かなんか取って、それコピーして、コピーはダメなのかな、コピーはしちゃダメか、どうやったら手に入るんですかね、そのローマの休日のそのデータ、どっかから手に入れて、それでこうポイッとね、どっかに鳴らしちゃえば、それでまた私の YouTube の広告収入でもらえますね。長編とか言って全然私が作ったわけでもないような動画でも YouTube に出せば1万再生くらいはいくでしょうからね、ローマの休日。いやボロ儲けですよ。まあそんなことはしませんけど、なんかその映画はね、撮影するのにこういう風な、多分観光客がいっぱいいるようなところで普通に撮ったらしいって聞きますけどね。でも映画のそのシーンとかさっきちょっと見てみたんですけど、全然そういうこともないし、どうやってそれをうまくやったのか不思議なもんですよね。全然関係ないんですけど、やばいセンスの落書きがあるんですね。これ、あ、ちゃんとビデオカメラが顔認識してるみたいですけど、この目がやばいですね。まずこの目と口、これに歯をこうやって黒黒とつけたのがまたよくできてるな。そんでですね、まだ歩いてきまして、今度やってきたのがトレビの泉です。有名ですよね。これ泉というよりは噴水というべきなんだろうと思うんですけど、ともかくトレビの泉、なんだ中にお金じゃらじゃら入ってるのかなと思ったら、大して入ってないですね。回収したばっかりなのかもしれないけど、ここにはですね、小銭を投げ込むと、願いがいろいろ叶うとかいう伝説がありまして、小銭を投げ込むその枚数によって叶う願いの種類もまた定められているというわけですが、あんまりみんな小銭投げ込んでない、ケチなのかな。ここに小銭を投げ込むということは特に禁忌とはされていません。日本ではね、泉に小銭を投げ込まないでくださいとかいう、そういう張り紙はよくしてあるわけですが、ここでは投げ込まれたお金の半分がキリスト教教会、カトリック教会に寄付されるんだということで、特に投げ込むことについては問題ないどころか、むしろ歓迎される行為と思われます。10年ほど前にはここへ社会主義者、共産主義者がやってきて、ブルジョア社会を赤くしてやるみたいなことをなんかわめきながらですね、この中になんかその赤い、なんかわかんないですけど染料みたいなのを投げ込んで消えていったということがありまして、一時トレビの泉が真っ赤になるというなかなかにヤバい出来事がありました。そう、なんかね、そういうのを聞くと共産主義者に対するイメージがどんどん悪くなるんじゃないのかと思いますが、まあもともと申し訳ないけどよくはないので、まあ、まあやっぱりそうかみたいなねそんな感じになっちゃいますよね。しかし大勢の人です。後ろ向きにここにコインを投げ込むことが大変寛容、私もやってみたいと思うんですが、コイン何枚やったかな、私の手元に今2枚しかなかったんでしょうがない。ちょっとそこ行ってコインをもらってこよう。みんな泉に背を向けて泉のこの縁のところに座っております。まあこれが正しいやり方らしいんですけどね、ここへ腰掛けてみんな時折コインを投げ入れています。1枚だけ投げ入れる人が多いようです。投げ入れる枚数なんですが、まず1枚目、1枚これでこう後ろ向きに投げ入れますと、これで、ローマにもう一度来ることができる、そういう風な願いがね、叶うらしいです。またローマに来られますよ。でもまあもう1回来なくてもいいかなっていうのが正直なところでして、今回の一度で全てローマを見尽くしてですね、まあ、やっぱ大変なんでね、いろいろ自分の身を守ることとか、まあ2度目はないかなっていう感じなんで、まあ別にいいかなと思います。はい、2枚目。じゃあ2枚目は何かというと、2枚入れますと大切な人と一生が一緒にいられる、永遠に一緒にいられるのだそうです。いやでも永遠に一緒にいられるって言ってもね、まあ、別に願わなくてもお互いにね、相手のことを良しと思えば永遠に勝手に一緒にいるでしょうし、
逆に今大切だと思ってる人と永遠を今から決定するというのもおかしいし、そもそも別に私には恋人も奥さんもいませんというわけで、2枚目もダメ。3枚目投げ込むとこれは今度どうなるかと言いますと、3枚目はですね、自分の嫌いな人と別れることができるというものでして、これはあの昔離婚できなかった時代の名残らしいんですね。離婚が禁止されていた時代にあの願うぐらいしかないと、はい、あ、ピシャ、あー、それいうことだそうですか。これで大丈夫かな、邪魔じゃないかな、大丈夫だと思うんですけどね。まあでも別に私は別れなきゃいけないということも特にないわけですから、じゃあまあもう別に結局ここに来て願うべきことなど何もないということですね。なんだ、なんかやってるな、なんか禁止行為であそこで注意を受けてる人もいましたけど、まあ私ではありませんのでね。じゃあまあ結局どうすかってことでね、あの素晴らしいここのまあキリスト教会にですね、カトリックにまあ様々なものを今日もこれからいろいろ見せてもらう予定ですから、まあ敬意を表しまして、あと2枚、合計で3ユーロぐらい寄付したかな、これで帰ろうと思います。今言いかけたことですけどね、海外旅行って楽しいかっていうと別に楽しいとは思わないんですよね。素晴らしいものはたくさん見られるけど、それと同じだけ苦労も多いですからね。旅行ってそもそも楽しむためにやってるわけですので、まあ、仕事だからね、私はあのまだこれからも多分今後も行くとは思うけど、自分の趣味のために海外旅行するってこと正直言ってなさそうだな、そんなに勧められることとは思えないんですよね。さっき小銭崩すために買ったもんですけど、これですね、あのローマ法王グッズがいろいろですね、あのローマで人気らしいんですけど、ローマ法王あれこれベネディクトじゃないな、あらベネディクトさんじゃなくてパパフランチェスコって書いてある、フランシスコさんなんだ。そっか、ローマ法王も最近変わったんですね。ベネディクトさんはね、なんか人相が悪いって書いて有名でしたけど、この方は人相なかなかいい方です。まあベネディクトさんだっていい方だと思うんですけどね、人も見た目じゃないということなんでしょうけど、あ、全然私知らなかったんですけど、2年前にベネディクトさんって辞任されたらしいんですが、ローマ法王が辞任するってすごいことらしいんですね。もう800年ぶりぐらいのことらしく、亡くなるまで通常はローマ法王としてその在位続けるということになっていたそうですから、結構なとんでもないことが起こしたんですけど、すいません、恥ずかしながらね、私知りませんでした。バチカンにも後で行きますからね。適当に歩いてたらですね、また名所みたいなものが出てきました。これなんだかわかんないんですけど、とりあえず出現したんですね。もう今調べてみますけど、もうさっきも言いましたがね、こういう感じですから、もはやローマの観光にガイドブックは必要ないとさえ言えます。適当にコロッセオの駅で降りてブラブラするだけでこういったものがいっぱいありますんで、まあ、もちろんぜひこれが見たいというものがあったらば、その場所を調べるのにトリビの泉、スペイン広場、真実の口など調べることは必要かと思いますけれど、こういう古い建物見られりゃ何でもいいっていうんなら、目的が特にそれぐらいしかないのであれば、もう来るだけで大丈夫ですよ、ローマに。この建物はパンテオンというそうでして、聖堂です。聖堂っていうか、じゃあキリスト教の教会なんですかって、まあ、今はキリスト教の関連施設になっているようなんですが、もともとは別にキリスト教ではなく、あのローマでもともとね、あの紀元前、つまりキリストが生まれるよりも前は当然キリスト教など存在しなかったわけでして、その時代の、まあ、そのものをいろいろとこう祀っているものがあったわけです。ローマ神っていうのかな、それがここにあったんですが、まあ、その後キリスト教の方がどんどんと力をつけてきまして、もうローマの神様は信じられていないと。でもこういう風に立派になっているので、キリスト教の施設として使っているらしいのですが、そうなのかな、これ見りゃ分かるな。ああ本当だ、十字架にキリストさんがかけられているのが見えるから、今はキリスト教の施設になってるんですね。こういう風にすごい象徴的な立派な建物だったもんだから、そのまま転用してしまったそうです。そういうこともするんですね。すごいな、なんかあの子なんか上半身裸らしい、あの女の人もなんか似たようなもんだな。そんなに暑いかね、まあ、日本人が暑さに強すぎるっていうのもあると思いますけどね。今気温は32度だそうですが、大変乾いておりまして、ちっとも暑さは感じません。まあ私暑さにちょっと強すぎるんで、私も異常ではあるんですが、基本的に泉、しかも泉の水はかなり澄んでいて、苔も掃除されていて、さっきの地下鉄の駅のところはね、綺麗じゃありませんでしたけど、まあ割と綺麗そう、クリアな感じがします。まあ、トレビの泉の、お水が入っちゃった、トレビの泉のその、綺麗さ具合はあれが一番でしたけれどね。先日あの携帯電話を無理やり取られてからですね、あの随分と人に不親切にすることも慣れまして、
なんか人がこう話しかけてきて、前はまあちょっとぐらい愛想笑いぐらいして過ぎ去ったもんですけど、もう最近では完全無視か睨みつけて去る、まあ、それが正しい対応らしいですね。結構親しげに話しかけてきたりね、体を触ってきたりするやつはやっぱりいますよ。まあ別にそれはここに限ったことではなくて、フランスでもそうでしたけど。ちなみにこのパンテオンが建てられたのは、これはですね、128年のことだそうです。なんでもそれ古い、まあその時代のローマ時代のね、あの紀元前とか、まあ紀元後か紀元後のしばらくの間に建てられたようなものがかなりたくさん残っているようです。でも石造りってのはいいですよね。いつまでも持つから、まあ、逆にいつまでも持つからね、あの街の更新ができないっていうのもあるかもしれませんけど、日本はどっちかというとスクラップ&ビルドみたいな感じでどんどん街を壊して新しく作り変えちゃおうっていうのは結構強いですからね。あの意外と日本の街並みって独特なんだなっていうのがよく分かりました。あのお家の形がとかじゃなくて、大都市に行って新しい建物がいっぱい並んでる、あの丸の内の景色とか渋谷の景色とか、ああいうのって逆にこういうヨーロッパの昔の都市に住んでる人にとっては多分新鮮なんでしょうね。あんな都会的、まさにザ・これぞ都会っていうのは結構ヨーロッパ回ってると見ないですよ。ロンドンでさえそういう感じではなかったですからね。残念、ローマ皇帝じゃなかったな。ローマ皇帝、ローマ法王じゃなかったな。もういないのか、残念だな。あの一瞬のタイミングをものにできなくて悔しい限りです。いや本当にね、あのローマ皇帝のあのフランシスコさんそっくりだったんですよね。確かにベネディクトさんには似てないんだけど、フランシスコさんには似てたんですよ、さっきの人。クソ取りたかったな。そういえばあのツタンカーメンみたいなのもいなくなっちゃいましたしね。残念な限りだな本当に。まあツタンカーメンの人はもう写真撮れたからよかったんですけど、あの人にあんなジャラジャラあげなきゃよかったな。ローマ法王がいるなんてね、まさか予想してないじゃないですか、道歩いてるだけで。ローマ法王はいなくなっちゃったんですけど、空中浮遊してるおじさんがいましたね。あと、まあ、向こうの方にね透明人間もいるんですが、もう空中浮遊のおじさんに写真撮ってもらうから、どうやってるんだ本当に、不思議だな。Good afternoon, can I take a picture of you? No, thank you. Very cool. Thank you very much. And one more time. これはすごいぞ。完成度高すぎますよね。どうやってるのかわからない。手の力で立ってるようにしか見えないんですけど、そんなバカなことないですよね。でもまあ手は関係してるんだろうけど、どうなってるんだ。写真撮るんだったらお金入れてくださいね。それはそうですよね。暑い中やってるのはそういう意味なのを周りの人も理解しなければいけません。不思議だなぁ、ほんと。どうなってんの。手の力がよほど強いのか、仕組みがわからない。本当にローマ法王もすごかったけど、ほんとすごいなぁ。だってないですもんね。でもテルミニの駅周辺はちょっとまた別格だと思いますが、ローマそんなに治安が悪いという印象もないですよね。まあそのやっぱ私がね、あの小綺麗な格好して明らかに観光客でカメラ持ってビデオを回して喋ってなんてことやっておりますんで、まあ、狙われやすいから、あの話しかけられたりとかね、あの絡まれたりっていうのはそれはもちろんありますけど、そんな別に凶悪なものはないし、昼間は観光する分には普通に一般的な海外旅行で気をつけるようなことを気をつけておきゃ、まあ大丈夫なんじゃないですかね。あ、落とし物だよこれ。これまずいぞ。ホテルナポレオン、まあ部屋番号は書かないでしょうけど、近いのかな、近かったら届けてあげる。ダメだ、一時的にね、テルミニ駅の向こう側でしたから、もう全然合わないですね。ダメだ、こっちではもう助けてあげようと思ったけれど、あまりにも距離が遠すぎましたので助けてあげることはしません。もう自分たちで何とかしてくださいという感じです。またここにもね、立派なロータリー交差点がありますけれど、ここも難しそうですね。あのバスはちょっと外側を行ってるようだけど、一旦一番内側を走るのかな。でも何車線も通ってるわけじゃないから、凱旋門ほどではないですねここも。まあ、ちょっとこの辺なんかゴミゴミしてて大変そうですけど、まあまあ大変そうではあるが、あの凱旋門の混雑を見ると、まあまだやっぱりちょっとマシなのかなという気がします。ただ歩行者が通りますんでね、それがちょっとやりづらいのかもしれません。また当然のように歩いてたらね、同じく遺跡が出てきました。これは紀元前12年に建てられたマルケッスル劇場という劇場だそうでして、あの屋根のない昔の劇場こんな感じだったらしいんですね。上になんかガラスがあるけど、多分当時はガラスとかなかったから外で屋外鑑賞ということだったんでしょうね。ほんまコロッセオと似たようなもんですけど、
もう分かります？紀元前12年に建てられたすごい建物っていうのにね、もうなんか今大丈夫かな、ハト踏んじゃったかと思いました。これですからね、もう全然観光客なんかいやしないのね、そういうもんなんですね。みんなこれに向けてパシャパシャ写真を撮るということはしません。コロッセオに似てるから、もうローマはこんなんばっかりです。本当どこも行っても遺跡しかないから。でそういうわけで、この上の部分はですね、今マンションとして使ってるらしいんですけど、アパートっていうのかな、人が住んでるらしいですね、住居として。なんとも贅沢な話といえば贅沢な話ですけど、紀元前12年に建てられたそんな建物に普通にお家として使うことに抵抗はないですかね、心配ないのかな。さてさて、真実の口調を見に来ましたけどね。あ、それはここにあるらしいと。この教会の十字架がかかっていて、下には行列、うん、間違いなくここですね。行列なのか、行列ですね。どのぐらい並ぶんだろうな、ちょっとこれは行列しても見たいとは思うんですが、どの程度行列しているのかにまあよります。2時間待ち3時間待ちだったらあれだしな。あったあった、こいつか。この真実の口なんですが、この教会なので上にですね、しっかりとした羽織物をしていかないといけない。露出の多い服装はいけないということなんですね。そのために、羽織物の貸し出しまでちゃんとされているそうです。見学は2ユーロでできるそう。2ユーロって随分安い、こんな良心的なこともあるんだなと驚きます。私ずっとこの真実の口に関してはね、ずっと前から嘘をついていると、手を入れたら出なくなるっていうの有名ですよね、取れなくなっちゃうってやつ。でそんなこと言ってるけど、嘘ついてんのはな、一番嘘ついてんのはあんただろうと、そんなこと起こるわけないじゃんと思ってたんですが、それはですね、ちゃんとした一応ですよ、理由があるんだそうです。もともと真実の口はちゃんとそういう風にして口を抜けないようになっていたんですが、浮気をしたですね、女の人がいまして、それで浮気を見破られたくないと、しかし真実の口の前で私は浮気をしていませんみたいな、そういうことを、言わなきゃいけないみたいなことになっちゃったらしいですね。でその時にですね、真実の口の前にその浮気相手を連れて行って、いきなり私に抱きついてくださいよという風に言われて、それで頭おかしい人のふりをして、ガバッとその女の人に抱きつかれちゃったんですね。で、すいません、ですねという真実の口の前でまず誓いを立てるときに、私を抱いたのは、さっきの変な男と、それから私の夫だけですみたいなことを誓いを立てから、真実の口にこう手を入れてちゃんと抜けたと。嘘はついてない、嘘はついてないということなんですね。これは確かに理屈が通っているので、真実の口は、ちゃんとそれを通したんだけど、でもこれは不誠実なことなので、その不誠実なことを見抜くことができなかった、というそういうことになり、真実の口はですね、それからその、なんかこう神なる力を失ってしまって、現在では嘘つきを見破るような効果は特に持っていないというのが、そういうことなんだそうで、でちなみに真実の口は何なのかっていうと、もともとはですね、あれマンホールなんだそうでして、こういうようなところでね、そんなローマ時代から下水道とかあったのって思うんですけど、なんかマンホールのような蓋らしいと。で水の神様にちなむああいう神様の顔をマンホールに掘っているんだそうでございます。真実の口として知られているのは、13世紀だか15世紀だかそのぐらいの頃からなんだそうでして、観光の名所として手が抜けなくなるというふうに言われてからも早500年、もともとそれよりも前から真実の口という名前自体では知られていたという話もあり、もっと古いと11世紀とかなんかそのぐらいらしいですよ。どのぐらいなのかあんまよく分かってないそうですけどね。一体何億人の手をあそこでああいうふうにして飲み込んできたのか分かりませんが、ともかく本日も真実の口はですね、うわまた手入れられてる、うえーとかいう風になりながら頑張っていることでしょう。さて最後にですね、もう一箇所実はこのローマには真実の口があります。三越ローマ店というのはつまり日本を代表する有名な三越デパートですが、その三越ローマ店に真実の口の複製があって、ここで撮影するのはちょっとね、やはりどうしても敷居が高いし、教会に、ね、入場する必要もあるし、お金もかかり行列もあって、ちょっと他の人もいっぱいいてというわけですので、だから三越ローマ店に行けば実は撮影がしやすいということなんですね。最後にそこの三越へ訪れて終わりにしたいと思いますが、もう5時か、ちょっと今からですね、バチカンの方にも行きたいので、今日は行かないで明日の朝にしましょうね。ではまた明日。うっかりこの店でぼったくられてしまいましたよ。困ったことにね、いやあの人はまあ愛想は良かったんですけど、これを買ってね、4ユーロだっていうから、まあ4ユーロあそうかと思って払ったら、よく考えたら4ユーロって5、600円ぐらいするわけですよね。そんな高いものかと、うっかりですね、まあいくらでもいいやと思って適当に買い物してしまったんですが、外国の物価が高いのも気をつけないといけないですよね。400円だったらこんなところで金払う必要なかったなというような気がします。